まった。どうこんにちは。こんにちは。川崎ブレイブサンダース、ジーツです。ヤスです。カメラマンのよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そうか。行きます。あ、誰でしたっけ。カメラマンの元です。はい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 。久々なんで。今回はじゃあ2人でやっていくという形でよろしかったですかね。いいですか、元さん。実はですね、今日ゲストが来てます。じゃあゲストの方に来てもらいましょうか。じゃあこちらです。どうぞ。どうもいらっしゃいませ。住社長の店長の住社でございます。いやありがとうございます。そんなコラボさせていただきまして、ね、何がすごいんですか。いやもうエナジーっていうの楽しくいきましょうよ。う、ね、今日は、ぜひやらせていただきます。いやもう本当コラボさせていただくなんて、はい、これなかなかないことなので。しかも僕バスケ本当好きなんですよ。あ、そうなんですか。これも自前のパッシュだったりするんですけれども、テッカテカじゃないですか。フリースロー対決バカじゃない。プロでしょ。ただのこうフリースローじゃないんですよ。フリースローを決めて、はいはい、決めたら回答権が得られる。ほうほうほう。じゃあクイズを出して、はいはい、分かったらシュートを決めて、決まった方に回答権があって、はい、それでいいですね。それにしましょう。これ距離的なものは何かないんですか。その、はい、1本いただいて、はい、そしたらお二人やるから、はい、いいんですね、勝っちゃって、はいはい、僕だって、いただいてますからね。え、これあらこれ来てくれと言われて、僕だからこれ来てますから、全然いきますよ。なんてだらしないこと。なんてだらしないそこかよ、ユニフォームをいじりなさい。試合やりますよね、はい、ブレイブサンダース試合ありますよ。試合ありますよね、はい、その時に出店みたいな、お店みたいの出してますね。ああ、だからいっぱい出てます。そこ、鼓社食堂まだ出店ってしたことがないんですよ。なので、もし私が勝った場合は、はい、出店させて…ダメー。なんでだよ。なんでダメなんだよ。食堂言っといて出店ぐらい出してくれよ。勝ったらでいいんだから。あ、そうだよ、勝ったらでいいんだから。まあまあ、勝ったら、勝ったら、じゃあそうしましょう。いいですか。はい、それでいきます、はい、早速やってみましょう。よっしゃー。じゃあ、もつさん、1問目お願いします。つつみした店長の、おお、来た来た、いいよいいよ。得意料理は何でしょう。得意料理、あ、得意料理です。はい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 、得意料理、はい、出ろ、出ろ、俺だ。じゃあ、お前いけ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 。ハンバーグ正解です。イエーイ。何してんだよ。なんで俺得意料理を知ってんだよ。だって。さあ、問題です。はい。住下店長の、おお、惜しい。趣味は？趣味きた、はい。はい、きた、趣味。はい。はいはいはい。よし。サウナ。正解です。なんで知ってんの。なんで知ってんの俺の趣味。はいはい、俺の趣味なんで知ってんの。はい、実はさ、はい、なんで俺の趣味知ってんの、はい、なんで俺の趣味知ってるんですか。サウナっていう、いや今日会えるって聞いたから、はい、見てきたんですよ。何を。僕はツイッターとか、はい、見るな、ツイッター人のこっそり見るな、人のツイッター。申し訳ないですけど、僕本当出店したいんですよ。したことないから。次5点にしてください。はい、5点、次5点、はいはい、許可をいただいたんで、お二人。じゃあ次が5点ということで。5点、はい。これで一気にいきますよ。よろしくお願いします。5点ね。いきます。5点のやつね。ブレイブサンダースのチームカラーは何でしょう。そんなの知ってるよ、言うなよ、そんなの。ちょっと決まるまで話してみますか。おぉ、決まった。バスケ僕好きなんです。バスケ僕好きなんです。バカ。
点。え、赤じゃないの？え、なんで？赤じゃない。残念です。せこいせこいってせこいって今入るな。よしとまん。よしとまん。やった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 。アウトで入ったろ。ブレイブレッド。正解だ。赤ではないのね。ブレイブレッドが正解なのね。はい、だから僕悪いっすわ。はい、すいません。ってことは僕らの勝ちということは、はい、店長さんの料理をいただけるということです、はいはい、そうですね、まあ負けましたからね、はい、キッチンの方に、はい、行きます、はい、行かせてもらいます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。マジっすか、これは本当に美味しい、はい、これもう本当に嬉しいっすよ、料理作り手としては。4月の1日に私出店してもいいと。